どうもこんにちは、水ニャンです。久しぶりのサブチャンネルになるんですけれども、NHK 党の立花隆さんとメンタリスト DAIGO のバトルについて、NHK 党をこれまで、ウォッチングしてきた僕が解説をしたいと思います。で、メンタリストね、DAIGO といえば、前回2019年の、参議院選挙で、N 国が、ブレイクした時に、散々ね、こう立花さんのことを持ち上げまくった。でも N 国や立花さんが勢い落ちてくると、N 国について途端に、あんまり触れなくなって、結果としてね、はしごを外すような、真似をした。で、今回ね、立花さんと、メンタリスト DAIGO のバトルのきっかけになったのはガーシーについて。で、立花さんはガーシーを持ち上げる。で、メンタリスト DAIGO はガーシー否定という感じで、意見が分かれてるのね。で、以前、メンタリスト DAIGO が3月23日にガーシーチャンネルが、33日以内に終了する説という、動画を投稿した。で、それに対して、先日、立花さんが、ツッコミを入れる動画を上げた。で、立花さんもね、こうやって、メンタリスト DAIGO に、ツッコミを入れるような、ことをやるのは、正直なんでかって言ったら、今回の、参議院選挙のためだよね。で、NHK 党は、結構崖っぷちに立ってると、思うわけ。で、今回は、政治団体が乱立、する選挙に、なります。で、日本第一党、幸福実現党、参政党、新党、国盛って、NHK 党の、支持層と、被るような政治団体が、どんどんね、候補者を、出してきている。で、これ、立花さんからすれば、危機感あるんじゃないかなって。だから、YouTube 上で数字を持ってる、そのガーシーに食いついて、そのガーシーをね、見ているような視聴者が、自分の動画を見てくれて、で、それこそ、ガーシーを政見放送にまで出すって言って、やろうとしてるわけじゃん。で、そういうふうに、ガーシーに、こびて、で、バンバン、あとね、数字があるところ、で、他のね、数字があるところに、噛みついていって、再生回数を稼いで、目立とうという、これ戦略よね。で、やっぱり NHK 党って、そういうところがあるわけよ。で、参議院選挙が、前回ね、2019年の参議院選挙が終わった後、立花さんは、マツコデラックスに、噛みついたじゃん。で、マツコデラックスが、出てるね、その番組、の、テレビ局、確か、東京 MX テレビだったと思うけど、あそこの、前にも行って、で、そこで、凱旋みたいなことをね、してたりもしてた。で、実際だから、立花さんは、今回の参議院選挙、これ一つの、その正念場だというふうに、考えてるのは、間違いないというふうに思うし、で、特にやっぱり NHK 党にとってね、どこが、競合相手かって言ったら、参政党だと、思うんですよ。で、僕もツイッターで、参政党って、ウォッチしてるんだけれども、参政党の、演説とか聞いてると、だいぶなんか、N 国っぽいなって、N 国っぽいっていうのもなんか変なんだけど、N 国と支持層が被りそうだなって、いうような、印象を受けた。で、これに関しては、多分、立花さんも結構似たようなこと考えてんじゃないかなっていうふうに、俺は思ってるわけね。だから、参政党も、前回の参議院選挙の N 国みたいに、その選挙区に、バンバン、候補者を出していって、で、あと、比例にも、その候補者を出していくような戦略を取ってくるから、参政党と、そのね、N 国って、NHK 党って、だいぶ俺は食い合うんじゃないかなっていうふうに、考えてます。で、やっぱそうなってくると、その NHK 党を従来、その支持してて、NHK 党に票を入れていた人が、参政党の方に、流れていくことも、十分あって。で、そういう部分において、やっぱり N 国というか NHK 党の票は、減っていくだろうねって
いうふうに、僕は思ってますね。で、まあ、あとは、やっぱりね、まあ、その参議院選挙前だからと、まあ、いうこともあって、まあ、バンバンね、まあ、YouTube にこう露出していって、YouTube でこう目立って、で、まあ、NHK 党っていうのがどういう政党なのかっていうことを、まあ、そのより、認知してもらって、っていうのは、まあ、その選挙においてね、まあ、とても、まあ、大事な、まあ、ことでは、ある。まあ、ただ、まあ、その NHK 党自体、まあ、その NHK の、まあ、その改革、NHK の、集金人問題とかを、まあ、なんとかしようっていうところじゃないですか。だから、まあ、そのワンイシューで、まあ、結構やってるところもあるんだけれども、ただ、まあ、どうなのかなっていう感じよね。だから、まあ、結局ね、まあ、今立花さんも、まあ、令和に噛みついたりとか、あと、まあね、あの令和に噛みついたりとか、まあ、してるけれども、その正直多分次の参議院選挙はだいぶ厳しいんじゃないかなっていうふうに思ってます。で、現段階で、まあ、僕自身も、まあ、情勢予測っていうのを、まあ、していて、で、まあ、情勢予測の中で、まあ、多分ワンチャンだけど、NHK 党よりも参政党の方が、まあ、比例票を取るんじゃないかなっていうふうに、考えてます。まあ、立花さん自身が、まあ、どのようにね、まあ、予測してるかわからないけれども、その実際、まあ、NHK 党自身も、まあ、今回の参議院選挙、ね、多分、まあ、僕は、まあ、ゼロだと思ってるんだけれども、まあ、どれぐらい、まあ、そう当選させられるかっていうふうに考えたときに、まあ、一票でもね、まあ、その多く、まあ、取らないと、まあ、政党助成金っていうのの金額が、増えないじゃないですか。だから、まあ、そういった面においても結構、まあ、NHK 党、まあ、だいぶ今回の参議院選挙、まあ、苦戦してるなっていうような印象だし、まあ、こうやって、まあ、立花さんも、まあ、数字を持ってるところにこうガンガン、まあ、突っ込んでいったりとか、あとね、やっていくことで、まあ、なんとか、まあ、そう YouTube の再生回数、まあ、伸ばしていって、で、まあ、自分のこう露出を増やしていって、で、まあ、そこで、まあ、票をだから1票でもこう勝ち取りたいんだなっていうふうにね、まあ、思うんだけれども、ただ、まあ、その NHK 党とは NHK 党でどうしてもだから、まあ、立花隆っていう、まあ、その一人のね、まあ、そのカリスマかっこ笑いみたいな、まあ、人が、まあ、やっぱりいてこそだから、まあどうしてもだから、まあその立花隆ワンマンっていうのは、まあきついよねっていうふうにね、思います。ということで、まあ本日の、動画なんですけれども、もしねこの動画を見ていいと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。ということで、以上水ニャンでした。